ルベンス・ハーケンはオランダ・アムステルダム出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。2002年 SC ・カンブール・レイ・ワールデンでプロキャリアをスタートさせ2005年に SC ・フェーンダムに移籍。2007から08シーズンに6によってエールステ・ディベジのベストプレイヤーに選ばれ2008から09シーズンから2年契約を 結んだ BBB フェンローでプレー。2010年5月にフェーノールトとの2年契約にサインし、シーズン後にフリー移籍。背番号7を背負い、スタメンとして2010から11シーズンに入ったが、期待を裏切るパフォーマンスによってベンチに降格。その後巻き返すこともできず、シーズン後半は不勝離脱も経験した。2011から12シーズンは背番号が27に。 しかしプレシーズンに新監督、ロナルド・クーマンに好印象を与え、再びスタメンをつかむと高いパフォーマンスで、再び評価を高めた。トルコのクラブからの関心もあったため、2012年8月22日には2014年までクラブとの契約を延長。フェーノールとで最も高額なサラリーを得る選手の一人になった。2015年1月。 アゼルバイジャンプレミアリーグのインテルバクー PFC に移籍。2015年7月22日、アドデンハーグへ移籍。2018年12月17日、現役引退を発表。2012年8月22日に代表監督、ルイ・ファン・ハールによって、ワールドカップ予選最初の2試合へ向けてのプレセレクションに含まれたが、最終的なセレクションには選ばれず。 同年10月5日に、アンドラ、ルーマニアとのワールドカップ予選に初招集。アンドラとの試合で初出場を果たし、チーム3点目となる初ゴールも決めた。これは、オランダ代表にとって、ワールドカップ予選250点目でもある。また30歳での初出場は、オランダ代表では、史上3番目の年長デビュー。2013年3月22日の、 ワールドカップ予選エストニア戦では途中出場でチーム3点目を決め、このゴールもオランダ代表の歴史上通算1500点目のメモリアルゴールである。httpww.fr12nl-2wdus19392 w フェーノールトボロコントトランスファースケイコンメットトップカントラクテ html-http コロンスラッシュスラッシュ www.inta.at スラッシュニュース71488アドデンホグバーウェルコントルベンス・ケイコンデオフィッシュイエーラウェブサイト版アドデンハーグ2016年5月2日閲覧ルーベンス・ケイコンストップトパーダイレクトベイ HBS ボネーブル 247NL ボネーブル2472020年7月17日閲覧ルーベンス・ケイコン・ベルテレクト・メット・アンミデ・ラウカイン・ギャングベイ・エイジ・エスアマリプエスト NL アマロエプエスト2020年7月17日閲覧 http www.6NL ニーダブデ二ュス229235 スケイコンボットオストオーランヘンターナッシュネル -725 でボエケンイン。htm.http www. ナスポート。nl. アラニア。293万2795。スコーンとダータイガースケイコンインセレクト。リッチチャ。h t m l h ッ t t h t t p www. アンサーランヘ。nl.2w アーティケル。He, N l, N 15,405ジュベルーメゴエルルーベンスケイコンありがとうございます